蝶続使とは、朝廷の儀式や天皇の行行の際に、その衣装や設備の設営を担当する役人のこと。人気三年の聖武天皇の張馬国行行の際に、六神武王、藤原麻呂、小瀬正人、兼犬飼石寺ら27人が任じられたのが最初の例とされる。行行数十日前に、作り安宮氏、前後次大氏、留守などと共に、 小属氏を任命することになっており、作り暗宮氏に任命すべき官任の委会は、臨時時に従いて、処分として決まっていないのに対して、小属氏は、ロボの更新を一瞬乱さずに指揮するという前後次第、指導用、四等官制を取り、長官、次官、法官左官の制度が導入されている。人数については、次官、法官左官ともに前後次第氏よりも一人ずつ多く、 行行に際して任命される官職の中で最も重要と見られていた。職務は行行の祭りの衣服、ちょうどその他の準備であり、準備すべき武士や馬、妊婦などの規定は演技式の行行関係の上に記されている。装属氏は早々に際しても任命され、大乗官式にはおよそ新能及び大臣工事、すなわち装束士及び山作士に人数とある。 西宮の伊勢神宮下校や皇族、大臣の葬儀の際にも任命されるようになった。天皇、皇后、皇太后の場合ははばかって、規定を省略している。ありがとうございます。